JR 山陽本線瀬野駅。スカイレールサービス緑口駅。駅構内ではリニアモーターを用いて駆動する方式の交通システム。駅間ではワイヤロープ。1998年8月28日の運行開始。駅から発車する際はリニアモーターで加速し始め、設定速度に達した瞬間にワイヤーロープを掴んで出発。停車の際は同じくワイヤーロープを離してリニアモーターで減速し、機械式保安ブレーキで停止するなど、世界的に例のない特徴的な動作をする。2024年4月末日に廃止されます。理由は赤字のためです。乗車定員25人、座席は8席。運行速度は 18km/h、 25km/h、 1.3km を5分で結ぶ鉄道路線。緑中町駅。緑中央駅。場所を紹介します。
広島県広島市。秋久瀬野1丁目41番21号スカイレールタウン緑坂緑中央駅緑口駅に帰ります。緑中町駅
開始後は電気バスが運行予定です。緑口駅、珍しい乗り物が廃止されますので、今回記録動画として撮影しました。まだ時間があります。一度乗車されたらいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。白熊チャンネルテレビ。